南米のクラブナンバーワンを決めるレコパが2年ぶりに神戸に帰ってきました。 JAL カップ96レコパファイナル、今年はブラジルのグレミオとアルゼンチンのインデペンディエンテが対戦します。試合開始まもなくですが、それを待つかのように薄日が差してきました。ここ神戸ユニバ競技場から生中継でお送りしていきます。まず前半右にエンドを取ったのが赤のユニフォーム、アルゼンチンのインデペンディエンテ。そして前半左にエンドを取ったのが青白黒のトリコロールカラー、ブラジルのグレミオ。今前半がキックオフされました。この放送を解説は元日本代表の尾崎和夫さん、そしてブラジルから来日し藤田日産で活躍されましたアデマール・ペレイラ・マリーニョさんのお二人、実況担当テレビ東京斉藤和也、グランドレベルリポーターはテレビ大阪植草祐希アナウンサーでお送りしていきます。どうぞお二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。果たしてこのブラジルそしてアルゼンチンの代表するこの2つのクラブがどんな南米サッカーの真髄を見せてくれるか非常に楽しみです。それでは早速スターティングメンバー、まずはグレミオからご紹介しましょう。向かって左のグレミオ、ゴールキーパーはダン・ルレイ、ブラジルのオリンピック代表。ディフェンダーは2番アルセ、3番リバローラ、4番キャプテンのアジューソン、6番ロジェル。ミッドフィールダー5番のジョアン・アントニオ、8番ゴイアノ、10番アイルトンは元カシワレイソルに所属していました。そして7番パウロ・ヌネス、11番カルロス・ミゲウ、9番がジャルデウ。リザーブのメンバーはご覧のように今回はトータル18人が来日そしてベンチに入っています。一旦まずはグレミオのゴールキックで試合が再開されます。去年のリベルタドーレス杯を制したグレミオ、そしてこちらがルイス・フェリペ監督、現在48歳、短期間でこのグレミオをリベルタドーレス杯の優勝へと導きました。続いてはインデペンディエンテのスターティングメンバーです。ゴールキーパーモンドラゴンはコロンビア代表、ディフェンダー5番ラミレス、3番ロチェン、ロチェンはアルゼンチンのオリンピック代表、4番セリスエラ、2番クラウセンがキャプテン。ミッドフィールダー6番アクーニャ、8番モリナ、10番ブルチャガは元アルゼンチン代表、7番カーニャ、フォワード2トップ、9番マッソーニと11番ドミシです。こちらもトータル18人ですから7人のリザーブメンバーが含まれています。ご覧のようなメンバーです。まずはフィールド中央、6番のアクーニャ、ブルチャガから大きく前方へ、いやセリセイラからのボール、中盤ボールを奪うインディペンディエンテ、8番モリナ、大きなサイドチェンジで2番のクラウセン、タッチを終わりました。こちら側がインディペンディエンテ、今年の1月に監督に就任してチームを率いてます、グレゴリオ・ペレス監督、ウルグアイ出身の監督です。早速ですがまずお二方にこの試合の見どころ注目するところを聞いてみたいと思うんですが、尾崎さんはこの対戦どんなあたり注目されますか。やはり南米のチャンピオン同士の対決ということで、はい、レベル的にはもう世界最高だと思うんですね、はい、でしかも今日の対戦はですねブラジル対アルゼンチンと、はい、こう非常に強いライバル意識を持っている両チームですから、はい、高度なテクニック戦術、はい、それから両国特徴あるサッカーを見せてくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、マリーニョさんはいかがですか。もちろんこの南米一のクラブを決める試合ですからね、はい、生で見れるとすごく幸せですね。そうですね、今日もちろん僕はブラジル人ですから、はい、グレミオに応援したいかなという気持ちも、あるんですが、はい、インディもですねすごい いい選手もいっぱいいますからね、はい、本当に楽しみです、はい、で今日は見どころとしてはですね、見ていると若いパウロ・ヌーネスとジャルデオが対、はい、ベテラン勢の、インディのディフェンス。あ、なるほど。見てるとラミリス35歳、はい、セリゾエラ33歳、はい、クラウセン33歳。そうなんですよね。結構ベテランですからね。はい、でジャルデオはまだ若いしね、はい、パロミネスも24歳ですから。そうですね。結構その若さ対経験者の対決が見られそうですね。はい、楽しみです。そのあたりを注目して見ていきたいと思います。そしてこの試合は、南米サッカー連盟の主催の公式試合として行われていますので、レフリーはパラグアイからエピファニオ・ゴンザレスさんが来てこの試合をさばきます。非常に中盤狭いエリアでの争いになっています。髪を後ろに束ねているこれがフォワードインデペンディエンテのマッソーニ。放送席の斉藤さん、はい、両チームの試合前の表情なんですがね、はい、まずグレミオのルイス・フェリペ監督なんですがね、はい、来日して3日間はとにかくその寒い日本なかなか馴染めなかったんだけれども今はベストのコンディション状態ですと、はい、で
自分たちに非常にそのインディペンデントも似たチームなんでね、はい、スタイルを変えるつもりはない、今日はサイド攻撃で仕掛けていきたいという話でしたね、はい、で15分前にイレブンがですね大きな声を出し合いまして闘志を高めていました、はい、一方のですねアルゼンチンのインディペンディエンテのですねペレス監督なんですが、はい、朝9時に今日はコーチ監督選手だけのミーティング、あの会長もこの部屋には入れてもらえなかったということなんですが、まあ、内容についてはちょっとわからないんですが、とにかく監督はですね満足していると、怪我人はゼロ、そして調整も順調にいきました、とにかく9は、はい、今日はですね90分勝ってカップを持って帰る、延長 PK は考えていないということです。以上です。そうですか。今日は両チームの情報をテレビ大阪の植草勇樹アナウンサーが入れてくれます。インデペンデンテチャンスになっていましたが一旦大きくクリア、グレミオ中央アイルトン右に振って、ここにジョアン・アントニオ、さらにワンツーからまたパウロ・ヌーネス、スルーした、パウロ・ヌーネスへのリターンは返りません。そしてインデペンディエンテの攻撃、前線へボールを送ります。あの尾崎さん、はい、今あのリポートの中にもあったんですが、グレミオのルイス・ペリペ監督はインデペンディエンテのことを評して 自分たちと非常によく似たチームだというふうに考えているみたいなんですね、はい、そういったところであの両チームの特徴っていうのはどんなところを感じられてますか。あの一つは守備の強さだと思うんですね、はい、まあ、それと今あの世界のサッカーで強いと言われるチームは大体がこう組織プレーが整ってるわけです、まあ、ですからインディペンディエントの方もですねグレミオの方も非常にこの組織プレーがうまいと、はい、よくできるというチームじゃないですか、はい、まあ、それでいてこの南米の高い個人技、はい、持ってる両チームですね、はい、いわゆる南米のその華麗な技術、ドリブルやその他の技術を駆使したサッカーというイメージとはまた一味違うという感じでしょうかね、組織プレーといいますかチームプレーがよくできるという両チームだと思います、はいはい、その間に今グレミオのキャプテン4番アジウソンが倒されました。このファウルに対してちょっと今出された選手は分かりませんがイエローカードが提示されています。あ、どうやら11番のドミッシに対してのイエローカードですね。今日最初、両チーム通じて最初のイエローカードです。前半からやや激しいプレーが出てきました。このレコパファイナル、ブラジルのその年度のチャンピオンを決めますリベルタドーレス杯のチャンピオン、そして過去のリベルタドーレス杯チャンピオンが競う南米スーパーカップ、スーペルコパ、この両カップのチャンピオン同士が対戦する、カップ戦です。去年リベルタドーレス杯を制したのがブラジルのグレミオ、ご存知の通りその後トヨタカップで来日しました。南米スーパーカップを制したのが赤いユニフォームのアルゼンチンのインデペンディエンテ。インデペンディエンテはスーパーカップ、2連覇、去年のこの大会に登場して、そしてこの大会今回2連覇を狙います。左サイドを抜けるロジェル、直線です、クロスを上げましたがこれは結局コーナーキックです。両チームを通じてこれが今日最初のコーナーキック。まずはグレニオが左サイドからのコーナーキックのチャンスです。左サイドを突破していったのはサイドバックのロジェル、まあ、最初のコーナーキックですから、はい、どういうボール蹴りますかね。キッカーはどうやらカルロス・ミゲウの左足です。ニアサイド流した、逆サイド選手がいませんでした。しかしまだダイレクト投げるゴール前、モンドラゴンパンチング、さらに外に開きます。2番のアルセ右サイドバック折り返しますがこれはインデペンディエンテのボールになります。大きな声を出しますグレミオのルイス・フェリペ監督、はい、去年このグレミオを率いてヨーロッパのチャンピオンズリーグのチャンピオンオランダのアヤックスと戦いました。結局0対0で PK 戦までもつれ込まれた末に惜しくも敗れましたが堂々と渡り合いました。インデペンディエンテ、セリスエラから大きなクロス、逆サイド11番のドミシ、タッチ際は一旦下げます。7番のカーニャ、さらに下げてサイドバックのクラウセンキャプテン、前線へ送りましたがこれはフラッグ上がりました、オフサイド。さてマリーヌさん、はい、組織力を中心にした両チームという話がありました、はい、グレミオというチームは
そしてインディペンディエンテともになんですが、はい、いわゆる我々が持っているイメージとはやっぱり違うみたいですね、そのチームカラーというのが。そうですね、まあ、僕から見れば南米らしくないと、はい、言うとおかしいかもしれませんが、はい、まあ、システムはよく似てますからね、まあ、はい、見てると3、5、2って、はい、両チームがそのサイド攻撃は売り物ですね、うん、やっぱりインディのセンターフォワードのドミシが身長がありますからね、はい、技がありますし、はい、でグレミオのジャルデオも一緒、はい、背が高くてヘディングが売り物ですからね、はい、やっぱりその サイド攻撃を狙って、その高いセンターフォワードを、まあ、使おうという作戦がなると思いますからね、はい、確かに両監督に話を聞いていましてもほとんど言うことは同じ、しっかりとした守備マークを厳しくしてそしてサイドから攻撃を仕掛けると、監督の言ってることもほとんど変わらないという意味ではどう噛み合うかという興味もあるんですが、まあ、一番サッカーの一番面白いというとですね、はい、組織力両チームを持てますけどね、はい、結構ゴールを決めるのはですね、はい、個人技ですから最後は最後はですね、はい、それを楽しみにしてるんですよね、はい、やっぱり両チームよく似てますから、はい、やっぱりその個人技を持てる選手が有利になるんじゃないかなっていう楽しみもありますね。そうですか、はい、グレミオ左サイドロジェルから前へボールを送りましたがこれは選手は追っていませんでした。左サイドバックのロジェル、ブラジルのオリンピック代表予選にも選ばれています。現在20歳という選手、尾崎さん、はい、若い選手も共に含まれてますがオリンピック予選の代表のメンバーもいるし、あるいは、パラグアイの代表といった選手もいるし、まあ、それほどビッグネームはいないんですがいい選手が揃ってますね、はい、まあ、ある意味ではそのよく働ける年齢じゃないですかね、これから出てくる選手たちと。そうですか、いう感じしますね、はい、インディペンデンテ長いフリーキックゴール前に送る、まっすぐにヘディングシュートはゴールキーパー正面、そうですね、はい、グレミオのゴールキーパーはブラジルのオリンピック代表のゴールキーパーダンレイ、今の場面です。あ、やはりマッソーニ非常に高さには強いというところを見せました。またインディペンデンテ長いボールを送るマッソーニ、マッソーニが自ら追います。ロジェルとマッソーニ、ここでホイッスルが鳴ってマッソーニにファウルがありました。グレミオのボールになります。後ろに髪を束ねていますこのマッソーニ、このインデペンディエンテがこの大会に出場するきっかけになった南米スーパーカップ、この大会で非常に、頭角を現しました。身長181センチと今ありましたが高さに強い選手です。アクーニャから前方へのボール、グレミオがカット、左へ振っていったんロジェル、ここは慌てません。最終ラインキャプテンアジウソンからリバローラ、リバローラから縦へのボール、これもカットします。なんか立ち上がり両チームとも探り合いみたいな感じをしてますね。あ、そうですか。非常にスペースのないところをボールをつないでいきます。チェックが今のところは厳しく両チームされています。右サイドアイルトン開いてパウロ・ヌメス、これをカット。今度はインデペンディエンテ慌てません。ラミレス、ドミッシーがここまで下がっています。アクニア、さあここで抜けるか、アイルトン前方へボール、スルーパスは通りません。いや、尾崎さん、はい、かなり狭い地域に密集戦です ね、まあ、細かいところが好きというかうまいですねああいったあたり何気ないんですがその、まあ、パスを通してくるのもかなり難しいですね、この足先の技術といいますかね、その南米らしくないっていう部分もあるんですがそういった細かいところでは南米らしさっていうのもやはり出てきますね。出てきますかね。大きなロジェルのクリア、タッチはまだ割っていません。中に返してジョアン・アントニオがボランチ、中央アイルトン、アイルトンは柏レイソルに所属していましたがその後ブラジル、そしてこの、フルミネンセを経てグレミオに入ってきました。さあゴール前ヘディング合いませんでした。9番のジャルデウ、ジャルカップ96レコパファイナル、まもなく前半15分を迎えますがまだ両チーム得点がありません。ブラジルのグレミオとアルゼンチンのインデペンディエンテが対戦しています。今年のジャルカップ96レコパファイナル前半15分を迎えてまだ両チーム得点ありません、お互いに探り合いといった情勢が続いています。インデペンディエンテのボールをカット、さらにカット、
まだ尾崎さん両チーム、はい、決定的な形というところまでは来てませんかね。そうですね、うん、まあ、あんまりまだ無茶をしてないと言いますか。あ、無理はしてない、はい、ボールキープは3番リバローラセンターバックから前方へ、ジャルデウの頭を越えました。まあ、それと今日のゲームの注目選手なんですけども、はい、あの赤いユニフォームインデペンデンテの方はやはり、はい、10番のブルシャガ、はい、まあ、あの86年のワールドカップメキシコ大会でですね決勝ゴールを決めた選手なんですけども、はい、やはりチームの中心で、はい、大きなウエイトを含めるんじゃないですか。まあ、まだまだ33歳ですから。さあそのインデペンディエンテがチャンスを掴んでいる。マッソーニがポストになる。しかしグレミオがロジェルボールをキープ。いや5番のジョン・アントニオ。インデペンディエンテまた攻撃の形を作ります。切り込んでいくラミレス、スライディングタックル、アクーニャ。ここでホイッスルはグレミオのファウルです。グレミオにファウルがありました。インデペンディエンテのフリーキックです。今日は朝ずっと雨が降り続いていましたが、試合開始を待つかのように徐々に徐々に日差しがこの神戸ユニバ競技場を差してきました。今も体の入れ方がうまいですよね。あ、まあ、ファウルでしか取れないというようなボールの持ち方でしたね。そうですか。この位置からのフリーキック、これは控えているのは今7番が見えましたが、その後ろにセリスエラがいる。セリスエラです ね、まあ、センタリング気味じゃないかな。さあどこを狙うか。おっと縦に流した。カーネが折り返すがこれはダメ。大きくクリアします。アクニャ、セリスエラ中に入れる。これもヘッドでクリア。モリナ縦に送る。オフサイドない。ドミッシのシュートはわずかに。最後は11番のドミッシ、オフサイドはありませんでした。今の場面です。ここですね、オフサイドじゃなかったですね、はいはい、胸でトラップ、前を向いて、キーパーがちょっと前に出てたんですよね、頭越しに狙いました。はい、まあ、今までの試合を見ていると、はい、結構守備の面では、はい、あまりの隙を見せてないんですよね。お互いにですね。お互いにですね。だから今みたいにどこがミス出たら1点につながるんじゃないかなという試合になるんじゃないかなと思いますね。結構守備の面で強いですから、はい、ロジェルが中に出る、はい、今みたいなその8番のモリノの、はい、まあ、スルーパスというか、はい、ね、出せる選手いったら有利になるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、お互いにやっぱり、あ、これもいい形になるか。いいパスでしたね、今ね。マッソーニからドミシ開いていた。中に折り返す。ここに走り込んでいません、インデペンディエンテ。やはり、あ、逆に今度はグレミオか。9番ジャルデウ中を見る。パウロ・ヌネスが逆サイドにいますが、ジャルデウがキープ。ジャルデウがまだキープ。あ、いい展開ですね。ジョアン・アントニオがいる。パウロ・ヌネスシュートはディフェンダーの足。まだグレミオが攻撃を続けます。ゴイアノが流して左サイド、ジョアン・アントニオクロスを送る。ジャルデウシュート決まった。先制点はグレミオ。やはりエースジャルデウの、しかも頭。今のは綺麗なゴールでした。グレミオ先制1対0。いいセンタリングでしたね、はい、キーパーも取れない、バックもされないというところ、はい、そうですね、あのキープの一番嫌なところで、あ、グレミオの素晴らしいセンタリングで、もうジャルデオが、まあ、こんにちはって、はい、ごちそうさまでしたという感じですね。このヘディングシュートがまた下に叩きつけたのが良かったですね。取りにくいシュートでした。今のその前のラストパスも何気なく蹴ってるように見えて、全然何気ないボールじゃないですよね。そうでしょう。しっかりとした、まあ、それはグレミオの一つのパターンですからね。みんな慣れてますし、はい、まあ、ちょっとミスありましたからね、ディフェンスの方が、はい、5番のラミレスですか、はい、もうジャルデを見放されて、はい、これも命取りになりましたな。フリーにしてしまいましたね、はい、先制点を取ったのはグレミオ。さあ今度はインディペンディエンテがチャンス。モリナ中央流す、浮かした。マッソーに競りましたがダメ。もう一旦ブルチャガ、あっとディフェンダーと当たりましたが、ここはファウルだ。ファウルだ。PK か。あ、どうやら
倒れてますけどね。グレミオのゴールキーパージャルデウも倒れています。ご覧いただきましょう、今のこの4番キャプテンアジウソンが、まあ、こう押したに見えてるということですかね。ソーニーが、まあ、ペナルティーエリア内で大きく倒れましたけどね、はい、まあ、しかしレフリーのゴンザレスさんですか、はい、まあ、近くで見てたんで、まあ、判定ということだと思うんですけどね。そうですね、まあ、ほとんど間近で見ていた判定ですから。それとキーパーのダンレイが痛そうに倒れてますね、はい、いや非常に固い守備の両チームという話をしていた矢先、まずグレミオが先制点、すぐに試合が動きます。もう一度今の場面、ここでさっき競ったんですね。これダンレイ、これでちょっと痛めましたかね、ゴールキーパーの、はい、さっきマッソーニが競った時なんですが、あーもうジャンプして着地した時に手を押さえてる感じがありましたね。何でしょう、指、あ、突き指みたいな感じじゃないですか。指を治療してますね、はい、あーかなり痛そう、あ、悶絶してます。 PK を取られて、しかもゴールキーパーが指を負傷という、これはグレミオにとってはちょっと厳しい展開になってきました。もう一度ご覧いただきましょう、別の角度。ダンレイが痛みましたかね、はい、この後倒れます。今の右手だと思うんですが、マッソーニには当たってませんから、すぐ押さえてますよね、はい、取りに行った時のボールでしょうかね。そういうことですね、やっぱりあのバランスを崩して、あのドミスと競り合ったところが、はい、バランスを崩して、はい、まあ、指がボールの辺のところになったというか、はい、まあ、今の顔を見ているとそんなに痛いでしょう、当たったところ悪かったでしょうね。でしょうね、これほどまでに痛みを表すような、痛め方とは想像がつかないんですが、まあ、さすがにそれは分かりません。まだゴールキーパーダンレイの治療が行われています。あ、控えのゴールキーパームリロも、急いでアップを始めています。そして先ほどこの PK を取られたのはキャプテン4番アジウソンが、インディペンディエンテの9番マッソーニを倒したプレーなんですが、そのプレーに対してアジウソンが今イエローカードをもらったということです。あー、ダビデも見てますね、はい、しかし20分過ぎに動きましたね、はい、これあのブルチャカがですね、強引にボールを持って割って入るんですね、はい、でこの後、まあ、倒れます、はい、ここの場面なんですよね、はい、アジウソンが、いや、押したというよりが相手を蹴ったっていう、まあ、競り合ったですから微妙と言ってもいいんですけどね、はい、まあ、審判がそれはファルト、見てるんですからしょうがないですけど、はい、今日はインデペンディエンテのフォワードドミッシーが一度イエローをもらいましたので、これが両チーム通じると2枚目のイエローカード、ゼッケン4番見えています、キャプテンのアジウソン。1点を先制したグレミオなんですが、すぐにピンチを迎えます。交代ですね。交代ですね。あー、これは納得がいかないでしょう。ダンレイ表情もかなり残念そうというか悲しそうな表情です。そうですね、はい、しかし判定は覆りません。レフリーのエピファニオ・ゴンザレスさんはインデペンディエンテに PK を与えました。指ですね、うん、ちょっと今試合が中断しています。首を振るダンレイ、納得がいかないというこの表情。ダンレイは、先日終わりました南米のオリンピック予選、この南米からはブラジル、アルゼンチン、この今日両チームが来日している そのそれぞれの国がオリンピックへの出場権を掴んでいますが、ダンレイはその時の代表でした。今残念ながら変わりました。ゴールキーパーはムリロ、控えゴールキーパーのムリロがいきなり PK に向かいます。いや、大変な仕事になりましたですね、ムリロ、はい、出ていきなり PK ですからね、はい、さあいよいよ試合が再開されます。蹴るのはブルチャカですね、はい、ブルチャカが控えています。さあブルチャカ決めた、ブルチャカしっかり決めた、右手でガッツポーズ。
1対1インデペンディエンテすぐさま同点に追いつきました。またこれで試合は振り出しに戻ります。ブラジルのグレミオ、アルゼンチンのインデペンディエンテ。あ、落ち着いてますね。キーパーよく見てました。はい、ここは貫禄勝ちという感じでしょうか。うん、なんか簡単に蹴ってみたいですね。そうですね、プレッシャーゼロ。はい、いとも簡単に PK を決めたインデペンディエンテのエースブルチャガ。1対1の同点、試合は振り出しに戻ります。さあまたここからどんな試合が展開されるか。ゴールキーパーが変わったグレミオがまたここからリードを取ることができるんでしょうか。赤いユニフォームがアルゼンチンのインデペンディエンテ、青白黒のトリコロールカラーがブラジルのグレミオ。南米のクラブナンバーワンを決める JAL カップ96レコパファイナル、前半25分を経過して1対1の同点となっています。中盤アクーニャ、インディペンディエンテ前方へボールを送ります。マッソーニが追う。また浮き球、中盤です。アクーニャ落ち着いてセリスエーラに下げます。さらにロチェンへ。ロチェンはアルゼンチンオリンピック代表です。なかなかお互いボールキープができません。いい、先ほどはラストパスを見せたジョアン・アントニオから前方へ。カルロス・ミゲウが中に送る、ヘディングシュート、サイドネット。最後はアイルトン、この表情です。これもいいボールでしたね。ニアサイドといいますかね、はい、ちょっとインディペンデンテのバック陣が最後のところでフリーでシュートさせているという状態になってますね、はいはい、そうですか。アイルトンは現在30歳。ルイス・フェリペ監督もちょっと今心配そうな表情を見せました。左サイド、今度はマッソーニが追います。インディペンディエンテ、スライディングタックル、パウロ・ヌーネスがここまで戻っていました。金髪のドリブラー、パウロ・ヌーネス、去年アヤックスとの対戦でも一躍名前を挙げました。ブルチャが下げる、モリナがキープ、中央ロチェンへ。ロチェン落ち着いています。さらにセリスエラにボールを下げます。もう一旦モリナ、セリスエラからフィードはグレミオが一旦クリアします。またロングボール、これもクリアします。どうなんでしょう尾崎さん、はい、数字の上では比較的グレミオが身長の高い選手が、フォワードそしてバック陣も、揃ってまして、空中戦ではどちらが有利なのかなという、うん、ややそういう興味もあるんですが、攻めの方では、はい、グレミオの方がですね、はい、9番のジャルデウ、はい、ヘディングが南米一と、はい、ということで強い選手ですから、186センチ、はいはい、まあ、空中戦ではグレミオの方が有利かなという感じしますね、はい、さらにバック陣にも180センチ台の選手が何人か揃ってますので、あるいはセットプレーでも有利になるかもしれません。クラウセンのロングスロー、ゴール前、これはインデペンディエンテにファウルがありました。フリーキックがグレミオです。フォワードのマッソーニ、それとインディペンデントの方はですね、はい、非常にこうショートパスをつなぐのが好きですね。タイプとしてそういうサッカーになってますね。ああ、そうですか。ここはロングパスを使った。あ、マッソーニはまだグレミオのエリア内で倒れたままです。立ち上がっていませんが試合は再開されています。グレミオ右のサイドバックはアルセ、さらにアイルトン、アイルトンが倒されましたがファウルはありません。ここで一旦レフリーが止めました。マッソーニが倒れています。あっと、血を出してるみたいですね、はい、マッソーニが倒れています。前半30分を間もなく迎えます。1対1の同点です。グレミオ対インデペンディエンテ、先制したのはグレミオですが、インデペンディエンテがすぐさまペナルティーキックで同点に追いつきました。先ほど負傷したインデペンディエンテのマッソーニ、今グレミオのゴールの横で治療を受けていましたが、どうやら大丈夫のようですね。今ピッチに戻ろうとしています。マッソーニは現在24歳、非常に高さにも、強い、そしてパワーあるフォワードの選手です。そのマッソーニ、これはレフリーが認めませんでしたが、あーっと、
イエローカードもらってしまいました。ピッチの中に入ってすぐボールをカットしたんですが、これはレフリーが認めませんでした。なんかかわいそうな気がしますね、今のは。ああそうですか。なんかさっきね、審判のまあアイコンタクトあったんじゃないかなと僕を見てたんですけどね、いいぞっていうことで、いいぞっていう合図だったと思うんですよね、あんないい場所でカットしたから結構与えたかなという感じがしましたけどな。ちょっとマッソーニに関しては不運ですかね。ちょっとかわいそうな気がしましたね、本当に、はい、しかしインディペンデンテがボールをキープ、細かいパスをつなぎます。スライディングタックルを見せたロジェル、ファールは取っていません。今度はグレミオのボール、パウロ・ヌネス、非常に激しい当たり合いが見られます。ブルチャガ、今度はグレミオカット、右サイドはアルセ、アルセが切り返す、まだアルセがボールをキープで中に入れる、落としてアイルトン、これは通りませんでした。右サイド上がってたんで、そこに通そうとしたんでしょうが、通りません、うん、まあでも必死になって追っかけてますね、はい、ブルチャがミスキック、セリスエラがヘッドで落とします。アクニャ、1対1の同点、そしてゴールキーパーがグレミオの方は変わりました。前半30分も経過したんですが、マリーヌさん、はい、今これ試合の流れっていうのはどういうふうにご覧になりますか。まあ、もちろん、まあ、中盤がね、はい、中心になると思うんですが、なんでというか、はい、やっぱりその組織力は両チーム強いですね、はい、結構ディフェンスは問題ないと思うんですが、はい、やっぱりそのリズムを掴むためには今度その中盤、ね、どれぐらいがボール支配できる、はい、どれぐらいが正確なパスが出せる、はい、そのリズムを作るのはやっぱり中盤が、大切なポイントになると思うんですが、はい、今イヤイヤがインディの方が落ち着いてるなっていう感じが受けますけど。そうですか、はい、そのインデペンデンテ、今ファウルがありました。8番のモリナ、グレミオが手前側のタッチわずかに入ったところからフリーキックです。ここでさあセットプレー、高さが生かされるかどうか。センターバックのアジウソン、あるいはリバローラ、180センチを超える選手は上がってきています。そしてエースジャルデウはどこだ。ジャルデウはファーサイド、ゴールキーパーも出る。モンダルコンパンチ、ダイレクト狙う。パウロ・ヌーネスが抜ける。ゴールキーパーが出ました。インデペンデンテのゴールを守ります。モンドラゴンはコロンビア代表のゴールキーパー、24歳で、まあ、代表として非常に成長著しい選手。まあ、グレミオの選手がすかさずこう来てますよね、爪に寄ってます。抜け目がないという感じですかね、この辺りは。放送席の斉藤さん、はい、どうぞ。グレミオで負傷を退場しましたゴールキーパーのダンレイ選手なんですがね、はい、どうやら右手の指、薬指と中指の脱臼みたいですね。ああそうですか。ベンチには座っているんですが、ちょうど右手をですね、はい、氷でギュッとですね、はい、まあ、握って冷やしてますね、はい、さあインディペンデンテがチャンスになるか。カットされます。ゴールキーパーのダンレイが脱臼とは思いませんでした。痛がっていたはずです。ゴールキーパーが変わっています。グレミオまだ前半35分というところ、1対1の同点です。グレミオが今前線へボールを送りましたが、これはオフサイドがありました。両チームとも徐々にチャンスを作り出してきてますね、はい、今抜けたのは11番のカルロス・ミゲウ。これ基本的にはお互いに2トップと言っていいんでしょうかね、尾崎さん。はい、2トップですね、はい、ただ去年来日した時もそうなんですが、グレミオの方の金髪のパウロ・ヌーネスはほとんど右サイド一辺倒の、右サイドかなり自由に動くアタッカーのようですね。まあ、タイプ的に右サイドの方がやりやすいということじゃないですか、はい、まあ、監督も彼は右サイドを自由に動かすというような言い方をしてますので、うん、そのドリブルを生かそうという使い方になっているようです。グレミオ8番のゴイアノがボランチ、パウロ・ヌーネスへのパスは通りませんでしたが、またグレミオボールを奪う。そのパウロ・ヌーネス前に送る。アイルトン、さらにアルセ、アクーニャがボールを奪う。厳しいお互いに潰し合いです。アクーニャはよくディフェンスの時体張りますね、はい、インディペンデントの6番、はい、後ろ髪をなびかせて、あ、
これはおそらくダンレイですね。ダンレイですね、はい、これは尾崎さんやりきれないでしょうね本人としては。もうせっかくですね、神戸まで来て、ね、長い時間飛行機に乗って、でよし決勝に行きますぞっていう気持ちで、はい、20分ぐらいですね。そうですね、大丈夫になるということはその怪我でですね、もう本当に今坂田選手はねどういう経験するかわからないですけど、そうですね、21歳ですね、これからもいろいろありますけどね、大変な経験したと思います。もう自分は下がって、でチームは PK を取られて同点に追いつかれたということですからね。本当にあのねグラウンドに退場した時は、はい、もうみんなに謝ってすいませんという顔をしましたですね。そのダンルレイが退場した分を他のメンバーがカバーできるかグレミオ、あるいはインデペンディエンテ、昨年は同じアルゼンチンのベレスサルスフィエルドと、去年は神戸大震災のために、東京の国立競技場で行われたこの大会なんですが、そのベレスを破ったこの大会2連覇を果たすことができるかインデペンディエンテ。非常にブラジルとアルゼンチンのクラブ同士ですから、マリーニョさん、はい、あのやっぱり聞いてみたいんですが、クラブレベルの対決でも相当ライバル意識ってのはやっぱりあるんでしょうかね。もちろんありますよ、うん、どうしても、ね、あのアルゼンチンのチームは、はい、ブラジルのチームだけは負けたくない、でブラジルのチームも同じですよね。やっぱそうなんですか。アルゼンチンだけは負けたくないという気持ちは十分ありますよ、はい、もう長い歴史の、ね、よくにですから、サッカーの場合はですから、これはなかなか消えないもんですよ。そうですね、さあジャルデウがロングシュートはゴールの右に外れました。グレミオのエースジャルデウ、身長186センチ、去年リベルタドーレス杯の得点王としてその名を轟かせました。でジャルデウはですね、はい、あのトヨタカップの終わった後が、はい、あのスコットランドに行く予定だったんですよね、はい、グラスゴーレンジャーズに。グラスゴーレンジャーズ、そこまで行ったんですよ、スコットランドまで、はい、結局そのビザの関係で、労働ビザの関係でね、はい、結局プレーできなかったんですよ。らしいですね、結構3ヶ月間がね、はい、プレーしてないですよ、今日は2回、公式戦で2回目の試合です。あ、そうですか。トヨタカップ以来です。あ、ですから、まあ、メンバーみんなもしてますからね、そのコンビネーションの問題はないと思うのですが、はい、その試合の感というか、はい、やっぱりちょっと、不足してるかもしれません。はい、で逆のインディアのセンターフォワードの、ねですね、マソーニー、マソーニーがですね、はい、スーパーカップで好調だったんですからね。そうなんですね、今日見てると動きがいいですね、はい、その両センターバックコンディション的にやや差があるかもしれませんが、それがどう出るか。しかしジャルデウは今日先制点を決めています。さあ中央アクニャ、非常に今日よく動いています。ブルチャが下げてロチェン、マッソーニにボールが行きます。競り合いはマッソーニにファウルがありました。放送席の斉藤さん、はい、試合開始30分のですね、インディペンデントのですね、ペレス監督の指示がちょっとこちらの方に入りました、はい、まあ、監督はですね、指示通りに動いていないじゃないかと、30分は、でボールを散らして動いていけというのに同じペースでしか動けていないと、まあ、これはグレミオのカウンターを警戒しているのと、空中戦、予想された空中戦にどうもディフェンスが追いついていないんじゃないかなということですね、はい、まあ、逆に言えばグレミオのディフェンダーがいいプレスをかけているということも言えるんだけれども、はい、もう少し落ち着いてパスを回していけ、そんな指示がですね、今出ているそうです。映っていますグレゴリオ・ペレス監督はウルグアイ出身の監督、その指示が入っていました。ペレス監督は実は一昨年、ウルグアイのペニャロールの監督として、日本に来ています。セレッソ大阪とプレシーズンマッチを行っています。今の指示なんですが尾崎さん、はい、インデペンディエンテ指示通りに動いていない、同じテンポでずっと動いているという指示らしいんですが、うん、まあ、やはり立ち上がりですね、はい、あのグレミオの攻撃と、はい、今当然警戒しますからね、やや慎重になったと、はい、いうことはあるんじゃないですか、はい、ただ内容的にそんなに悪い感じではないというか状況でしょうかね、まあ、あの徐々にですね、自分たちのサッカーを出してくると思うんですね、はい、そうですか。ただまあ監督としたらですね、はい、立ち上がりから行ってもらいたいと、あ、まあ、指示通り動いてもらいたいと、そうですね、いうことでしょう、はい、そのインデペンディエンテアクーニャから右サイド、7番のカーニャが開いていますが、体を入れてボールを出しました。11番カルロス・ミゲウ、グレミオは11番カルロス・ミゲウ、そして10番アイルトンが中盤非常によく動いて、ボールのつなぎ役を果たします。最終ラウン、最終ラインキャプテンのアジウソンにボールが下がって、途中から入ったゴールキーパームリロ、インディペンディエンテのボールになります。これのトラッピングボールキープがうまいですよね、はい、
ほとんどボールから離さないところにボールを置きます。パウロ・ヌーネス、ここまで守備をしている。アジウソンがクリアしたボールは、これはコーナーキックになります。インデペンディエンテはこれが今日最初のコーナーキックです。左サイド、今のプレーが良い位置ですね。今日の、マゾニーが調子良さそうですね、はい、もう空中でポストプレーでもうほとんど勝てますからね。そうですか、はい、コーナーキック、キッカーはカーニャ。マッソーニはファーサイドにいる。ゴール前、ヘディングでクリア。またこちら側タッチに出して、今度はスローインに変わります。すっかり天気も良くなってきましたね。そうですね、雨が降り続いていたんですが、試合前には止んでいました。そしてもう日差しが差してきました。かなり明るくなってきています。お客さんもたくさん入りました、神戸ユニバ競技場。もう一旦カーニャ、カーニャが縦に出す。アルセがつく。アルセがスライディングタックル、またコーナーキックです。アルセはパラグアイ代表、キャプテンも務めています。右のサイドバック、もう一度左からのコーナーキックは、これもカーニャ。今度はどこを狙うか。ニアサイド、もう一つです。今度は11番のカルロス・ミゲウがニアサイド、コーナーキックに逃れました。グレーミオの方は2トップ残してますね。あ、そうですね、はい、まあ、あのジャルデは引いてると思うんですけども、はい、ヘディング強いですから。前に2人残っています。これもニアサイド、さらにヘディングでクリア。パウロ・ヌネスがこのボールを追っていく。ヒールで流す。ジョアン・アントニオ、そしてアイルトンが流して、こちら側いい形になりましたね、はい、ジャルデウ中を見る。グランダー・アントニオ、いやアイルトン、ボールが流れます。カーニャ、ここは慌てません。ボールをキープ。非常に攻守の切り替えが両チーム早くなっています。ここにパウロ・ヌーネス、ゴール前にはジャルデウがいる。ファーサイド、ジャルデウヘディングだが、フラッグが上がりました。オフサイドですね、はい、今のも、まあ、オフサイドですが、形はいいですよね。あの1点目と同じ形ですね、はい、左サイドから、はい、結構グレミの狙い通りの攻撃じゃないかなと思いますね。カウンターで、はい、あのサイドからセンタリングでジャルデウを狙おうっていう、はい、ジャルデウがその試合からは遠ざかっていたはずなんですが、その持ち味を十分に発揮しています。今日の試合もう前半が残り時間少なくなってきました。手元の時計ではあと1分ありません。ただ、かなりロスタイムはあると思われます。パウロ・ヌネス、また左サイド、中央アイルトン、中に返す。アルセ、つなぎになってます。アルセ、また中へ。アルセに戻す。中を見る。ラストパスはディフェンダーに当たりました。ジョアン・カルロス、ジョアン・アントニオ、あー、いいパスを出しました。カルロス・ミゲウが追っていきましたが、これはコーナーキックです。今ロチェンゲよく読みましてですね、ヒールキックを出せるかなと、いいコースに入ってクリアしましたけど、はいはい、グレミオ左からのコーナーキック、これもカルロス・ミゲウ。ファーサイド、ジャルデウ高く浮きます。ゴールキーパーモンドラゴンがキャッチ。またこれもジャルデウに合わせましたが、ゴールキーパーモンドラゴンが最後はがっちりキャッチ。身長190センチという長身を生かしています。前半1対1で、まもなく45分をもう経過しました。ロスタイムに入っています。またピッチ中央、ちょっと頭を押さえていますアイルトン。リスタートからジャルデウ、これは合いません。またジャルデウにボールが出る。オフサイドはない、オフサイドはない。逆サイド、ボールが流れました。クラウセン、これは見送ってスローインにしました。まあ、やはりこう手堅い試合運びを両チームしてますね、まあ、やはり優勝したいということが当然ありますから、はい、まあ、まずは点を与えない、はい、ということですかね。もう点を絶対取られないというような試合運びをしています、はい、
お互いに1点ずつは取り合いましたが、これ以上は与えないぞという試合展開でしょうか。まあ、ですからどこでこうまた点が入ってですね、ゲームが動くかというところでしょう。はい、まだ前半ロスタイムを長めに取っています。レフリーのエピファニオ・ゴンザレスさん、ゴールキーパーモンドラゴンからのフリーキック、長いボール、アクーニャから前へ。まだお互いボールキープできません。セリスエラ、左へ流れる、ブルチャラですね。はい、モリナ、クロスを入れる、落とす、真っ青にヘディングシュートは、これはホイッスルがありました。ファウル、真っ青にの、あるいはファウルでしょうか。ね、その前じゃないですかね、競った時にですね、ドミッシの方でしょうかね。ドミッシですね。はい、ドミッシがちょっとあの相手を押しながらヘディングしましたね。はい、でこれも形はいい形ですね。最後の真っ青にのヘディングシュートなんかも難しい体勢でしたけども ね、はい、枠いってました。はい、長いボールからお互いに、まあ、いい形で攻撃をつないでいく場面があります。モリナ、ブルチャが下げて、もう一旦モリナへ出します。モリナが抜けましたが、足かかりましたが、これはファウルは取っていません。アイルトン、さらに左へ流します。サイドバックのロジェル、パウロ・ヌネスが開いていました。ドリブルで上がります。まだ行くパウロ・ヌネス、そしてロジェル、おっと今は音ここまで聞きました。すごい音しましたね。今6番のアクニャ代表が後ろの方から足を蹴った音、ここですね。はい、この後ですね。ここです。まあ、ボールが取れなかったんですけど、もう完全にすねを蹴ってますね。相当痛いでしょう。まあ、ちゃんとね、すね当てもつけてますけど、はい、いくらすね当てつけても今の痛いだろう。痛いでしょうね。アクーニャに対してイエローカードが今提示されました。なんかこうだんだん熱くなってきてると、そうですね、いう感じですね。さあ前半もう残り時間ありませんが、セットプレー、どこに上げるか、直接狙ったか、ゴールの上です。クロスバーを越えました。狙っていったのは、これは右のサイドバックアルセでした。でここ裏からアジューさんが詰めてましたよね。ファーサイド詰めてましたが、はい、クロスバーの上を越えました。やはりこの辺りはセットプレー、その非常にうまいキックからチャンスをつかもうという辺りが見えます。まだ前半ロスタイムを長めに取っています。何人か負傷選手がいましたので、もうロスタイム4分30秒取っています。グレミオのゴールキーパーダンレイ、あるいはインディペンディエンテの方もマッソーニが治療している時間がありました。まだレフリーは笛を吹く気配がありません。ロジェルから長いボール、ポストになったダンレイ、いや11番のカルロス・ミゲウ、アイルトンが一旦下げます。ロジェル、もう一旦ロジェル縦に出します。おお、これも激しい当たりがありました、うん、ファウルですね。はい、完全にあの4番のアジューソンがボールをコントロールした後ですからね。はい、体に当たってます。やっぱこの辺りもちょっとお互いのそのヒートアップした胸の内が、やや出てきていますでしょうか。ちょっとかなり激しい当たりが出てきましたね。はい、少しずつかね、その嫌がらせを増やそうっていうのが、ね、あるじゃないですか。長いフリーキック、さあこれこれシュート、決まった。残り時間ないところ、11番のカルロス・ミゲウ、ああもう前半終わろうかというところ、ゴールキーパーがちょっと出て取れなかったボールでした。これゴールキーパーのですね、はい、モンドラゴン、はい、キャッチング出るんですけども、はい、取れないんですよね、落とすんですよ。ここですね、はい、味方と競ってですね、はい、そのこぼれ球でもカルロス・ミゲウもうまく上から抑えて、はい、ボールを抑え込んでゴールに叩き込みました。カルロス・ミゲウのシュートでグレミオが2対1と、この前半終了間際またリードを奪いました。モンドラゴンに、モンドラゴンはちょっと悔いが残る今のプレーだったかもしれません。味方と競ってですからね、はい、それでボールをこぼしてね、はい、キャプテンと
ちょっとコミュニケーションが足りなかったですよね、今声かけるとか、はい、キーパー出たらボール触らなきゃなりませんからね、はい、これでちょっと失敗ですね。そうですね。そしてここで前半終了のホイッスルが鳴りました。前半は長いロスタイムの間に1点を加えたグレミオ、2対1とリードしてハーフタイムに入りました。それではこの両チームがJALカップ96レコパファイナル出場するに至ったそれぞれの大会の決勝、その映像 VTR をご覧いただきたいと思います。まずはグレミオが進出したリベルタドーレ杯去年の決勝対アトレチコナショナル、コロンビアのチームとの対戦です。第1戦はグレミオのホームで行われました。リベルタドーレ杯の決勝、先制点はグレミオジャルデウのゴールでした。いやマリニョさん、はい、ジャルデウはこのリベルタドーレ杯で頭角を表したんですよね。そうですね、一気に活躍しましたですね、はい、今もジャルデウセリアとですね、はい、こぼれ球をパロノミスが入れました、はい。3対0とリードしたグレミオに対してアトレチコナショナルパブロ・アンヘルが1点を返して3対1、しかし第1戦グレミオのホームは3対1で折り返すことになりました。第2戦はそのアトレチコナショナルのホームゲームでした。まず先制したのはアトレチコナショナル、アルシティサバルがゴールを決めてご覧の喜びを。しかしグレミオもこのプレーでアレシャンドレが倒されて PK を与えられました。まあ、アトレチコナショナルゴールキーパーイギータが率いていたんですが、ここまで、最後はジーニョが決めて第2戦は1対1、合計ご覧の4対2でグレミオが見事リベルタドーレ杯を制したということです。そしてこちらは去年の南米スーパーカップの決勝、インデペンディエンテがブラジルの、タレント軍団フラメンゴと対戦しました。第1戦はインデのホームゲームです。このマッソーニのヘディングゴール、いや尾崎さん、はい、マッソーニが活躍したんですよね、この大会は ね、 そうですね、非常に勢いがありました。さらにこのロングシュート、しかしこれはゴールなりませんでした。さらにインデの攻撃が続きます。マッソーニのヒールパスからこのシュート、うん、いやー今のアシストも素晴らしいですねマッソーニ、ドミシ、今日も出場している2人のコンビネーションでゴールが決まって2対0で第1戦折り返しました。そして今度はフラメンゴのホーム、マラカナスタジアム、12万人入ったそうです。そうですね、すごい熱気ですよね、はい、フラメンゴロマーリオがいるんですよね、はい、うわ最後がロマーリオのゴールがありました第2戦。ものすごい熱狂のマラカナスタジアム。しかし第1戦を2対0とリードしていたインデペンディエンテ、第2戦を、まあ、フラメンゴロマーリオの1点に抑えて結局優勝を勝ち取りました。それではこのレコパファイナルの、まあ、歴史ということでここ2年をご覧いただきましょう。まずは94年です。サンパウロ FC とボタフォゴ、ブラジル同士の対戦になりました。あ、懐かしい顔ですね。そうですね、よく見るとアントラーズのレオナルドですね、はい、いやこの年っていうのはあのサンパウロの方には他にもジュニーニョ、カイオと今をときめく選手、ボタフォゴにもトゥーリオがいまして非常にタレントが揃ってました。サンパウロが勝っています。そして去年の大会は国立で行われました。今年も出場しているベレスサルス、あ、インデペンディエンテが同じアルゼンチンのベレスサルスフィエルドと対戦しました、うん、セリスエラセンタリングが強かったんですよね、はい、セリスエラの貴重な決勝ゴールでインデペンディエンテが去年の大会を制しました。今年も出場していますインデペンディエンテは2連覇を狙います。果たして後半はどんな試合が見られるのか、一旦コマーシャルです。神戸ユニバ競技場、もうすっかり上空は青空が広がってきました、気温も上がってきてお客さんも、まあ、観戦にはちょうどいい、日和といった感じではないでしょうか。前半のデータが出てます、シュート数は4本と3本ということで、尾崎さん、やっぱりシュート数自体はあまり多くないですね、お互いにね、得点から考えると、まあ、中盤の攻防というのが激しかったですね。はい、それからまあフリーキックの数なんかを見てもマリーニョさん、はい、途中から徐々に激しいっていうか、まあ両チームそれは得意ですよ。さっき僕言いましたけど、その嫌がらせ、はい、だから少しずつ相手を、ね、苛立ちさせようっていう、
ね、それの作戦もありますから心理的なもんですね、はい、それが両チームも得意だと思いますからね、はい、ですから、まあ、そのこれからも、フリーキックも多くなるんじゃないかなと僕は予想してますけど、そうですか、はい、まだグレミオの方がこの後半ピッチに姿を現していません。マリーヌさん、ちょっと聞いたんですが、はい、グレミオはブラジル南部、ポルトアレグレという、まあ、南部最大の都市を本拠にしていると、はい、なんかあの辺りは、牧草地帯、割とカウボーイの土地で、なんかガウショというそうですね、はいはいはい、でそのガウショ魂っていうのをあります。なんかすごい強い激しい、ブラジルの中でも、ね、独特ですよね。やっぱり違うんですね。違いますよ。で、偶然かもしれないけどね、はい、ウルグアイとアルゼンチンの近いですよね。そうなんですよね、だから似てますよ、よく。さっき言ってるように戦いにくいは、はい、その心理的な面でも、ね、似てるチームですから、はい、お互いに大変だなと思います、はい、そのポルトアレグレ、グレミオの本拠地からはまず隣がウルグアイ、それを挟んでアルゼンチンがあるわけですが、ちょっと調べたんですが、ポルトアレグレと、インディペンデンテの本拠地があります、アベジャネーダ、はい、これはブネサイラスの隣なんですが、直線距離でおよそ1200キロ、はい、まあ、ちょっと我々の感覚だと東京から奄美大島ぐらいで近く感じないんですが、南米だと十分近い距離ですよね。近い方ですね。そうですよね。そしてそのポルトアレグレ、ちょうど日本の地球の反対側と言ってもいいでしょう。はい、そうです、はい、鹿児島のちょうど反対側ぐらいにそのポルトアレグレがあります。地球を半分回ってこの神戸にやってまいりましたグレミオ、そしてインデペンディエンテ、今ピッチに姿を現しましたグレミオ。おそらくメンバー交代は、今のところまだ、見た目の確認ですがないようです。ないですね、はい、グレミオの方がないです。ないですね、はい、前半途中にグレミオはゴールキーパー変わりましたが、それ以外の変更はなさそうです。今後半キックオフされました。後半右にエンドを取った白黒青のトリコロールカラーがブラジルのグレミオ、去年のリベルタドーレス杯のチャンピオン。左にエンドを取った赤のユニフォーム、アルゼンチンのインディペンディエンテ、去年の南米スーパーカップのチャンピオン。前半2対1、グレミオがリードして折り返しています。まずはインディペンディエンテ、前方へボールを送って、早くも後半最初のコーナーキックです。左サイド、ロジェルが、インディペンディエンテの方は攻めるでしょうね、はい、そうですね、まあ、当然1点負けてますから、はい、早いうちに同点にしたいというところでしょう、はいはい、これもカーニャが蹴ります。カーニャ、ニアサイド、ヘディングでクリアしますグレミオ。ジョアン・アントニオがボールを逆サイド大きく振ります。パウロ・ヌネスの前、中にボールを送った、さらに外へ、この位置にアルセ、もう一旦パウロ・ヌネス叩いた、ジャルデウには合いません。アクーニャからのパスは大きくオフサイド、はい、まあ、完全にオフサイドでしたね、はい、一人ちょっと前に抜けていましたドミッシ。放送席の斉藤さん、はい、両チームのハーフタイムの表情をここでお伝えしたいと思うんですが、はい、まず1点リードしていますグレミオのルイス・フェリペ監督なんですがね、はい、非常にイレブンとともに厳しい表情で出てきまして、はい、まあ、ハーフタイム中の指示というのはシャットアウトで内容はちょっとわからなかったんですが、断片的な情報をちょっと総合してみますと、はい、とにかく1点差ということで後半はまあインディペンデントの方も攻めてくるだろう、その攻めに対してのいわゆるディフェンダーへの指示、はい、そして中盤がかなり密集してましたよね、はい、でこの辺りはしばらくグレミオのペースになるだろうからという話です、はい、それからインディペンデントのディフェンスの当たりが、ね、激しいので気をつけろ、そういう指示も出したそうです、はい、今日両チームの情報を入れてくれますのはテレビ大阪の植草勇樹アナウンサー。一方ですね、インペンデンスの方、はい、ペレス監督なんですがね、はい、とにかく後半の指示といいますか、まあ、やるだけやれと、残り45分この素晴らしい舞台で栄冠をつかみたければ、はい、君たちのやることは分かっているだろう、そういう指示を出して選手を送り出したそうです。そうですか。さあ、そのインデペンデンテのスローイン大きくクリアします。やはり尾崎さん、ともに監督がどっちかというと勝つを入れたっていうか、劇を飛ばしたって感じですかね。まあ、当然だと思うんですけども、はい、攻めるインディペンデンテに対してですね、はい、守るグレミオ、はい、このグレミオの固い守りをですね、はい、インディペンデンテがどう崩すかというところが後半の立ち上がりの見どころでしょうね、はい、で逆にインディペンデンテがこう攻めにかかってくるとグレミオはカウンターも得意ですよね、はい、当然それは狙います、はい、まあ、ただしとにかく1点というのが勝負になってきますから、はい、この辺の攻防ですね、はい、両ゴール前もしくは中盤の駆け引き、はい、控えゴールキーパーの12番ムリロ、前半途中にダンルレイが負傷、指の脱臼ということでゴールを守っています。現在は2対1、グレミオがリード。
そのムリロからのフィード、アクーニャヘッドで前へ、落ち着いてアルセ、大きな浮き球が前へ上がります。セリスエラ、あーミスキックです。コーナーキックにしてしまいました。あ、これはチャンスですね。そうですね、やっぱり相手がね、そのボーミスやるとね、先進な面ではね、攻撃してる方が有利になりますから。今明らかなボーミスですね。まあ、今はもう残念だけどセリスエラの、ね、はい、ボーミスです、はい。さあグレミオがセットプレーのチャンス、ジャルデウは今ゴール正面からニアに向かおうとしています。まあ、ペナルティスポットあたりきますね、はい。ゴールキーパーでるモンドラゴン、モンドラゴンがこれはキャッチします。やっぱりジャルデに合わせてきました、はい。モンドラゴンもあの前半2点目ミス、まあ、自分だけじゃないですがミスから失点しましたからね。まあ、あっけない2点目でしたね。そうでしたね、ロスタイムに奪われた2点目でした。中に入れる、クリアします。まだカーニャ、開いてブルチャガ、ダイレクトで入れる、ファーサイド、ゴールキーパーがジャンプします。ゴールキーパーのムリロ、飛び込んでいったのはあるいは2列目あたりから上がってきた選手でしょうか。ドミッシかな。ドミッシでしょうかね。ドミッシですね。ですからね、今のボール触らなくても ね、相手を触りましたな、はい。さっきの嫌がらせ。あなるほどね、少しずつが、ね、そういう、ね、狙いがありますから、はい。インデペンデンテの方はドミッシー、そしてマッソーニの2トップ、グレミオの方はジャルデウが真ん中に控えています。マッソーニが追う、ゴイアノが大きくクリア、中央アクニャ、そしてカーニャ、アクニャから小さく出しましたセリスエラへ、カルロスミゲオが追っていく、アクニャ右サイドへ出します。クラウセンがいる、これはそのままゴールラインを切ってゴールキックです。まあ、グレミオですね、はい、前半の終わり頃が、はい、結構攻撃な面で、ね、ペースつかんだと思いますよ、はい。あのパウロ・ヌネスが左で回っていって、はい、結構攻撃にチャンス何回も作りましたからね、はい。おそらく後半も、ね、ああいうパターンを使うんじゃないかなと、はい。ストップですからパウロ・ヌネスは10に動きますからね、はい、右だけではなくても左の方が効果ありましたから、結構後半からそういう場面が多くなるんじゃないかな。そうですか。また中盤のボールの奪い合い、アイルトン下げる、左へ振ってロジェル、開いている、ここにやはり左にいましたパウロ・ヌネス、そしてロジェル、ダイレクトでこれは出させません。左のサイドバックはロジェル。マリーヌさん、はい、ブラジルの左サイドバックといえばロベルト・カルロスという素晴らしい選手が今話題ですが、そのロベルト・カルロスがオリンピック予選に出ていないときに選ばれていた選手らしいですね、このロジェルが。そうです、はい、はい。もちろんその攻撃な面でも、ね、よく貢献しますから、はい、リスタミナ十分ですからね、はい。若いし元気ですから、はい、もう楽しみな選手ですよ。ブラジルはオリンピック予選23歳以下とは言っても尾崎さん、とんでもない選手がたくさんいますからね。今もまたちょっとラフプレーがあったようです。そうです、まあ、ブルチャガに対して、はい、だからさっきのああいう一緒ですよ、嫌がらせ。そうですね、あ、後ろからいってます、完全に足いってますね、ボール、まあ、足とあんまり狙ってないと思うんですけどね、それは、まあ、はい、ボール取らなくても相手を倒すよっていう気持ちもありました、はい。フリーキックからまたボールが戻っています。セリスエラ、セリスエラが折り返す、マッソーニがいる、その前でヘディングでクリア、しかしまだラミレスがいます。ロングシュートは狙わない、スライディングタックル、これはファウル、手遅れますね。イエロー出ましたか、8番のゴイアノに対するイエローカード、今日早くも両チーム合わせて5枚目になりますかね、これが。これもう完全に抜いた後ですからね、足を引っ掛けてます、はい。でもうまいフェイントでしたな、うん、前行こうかなと見せかけて、はい、サイドでボール転がして、まあ、はい、ファル誘いでもらったかもしれませんね、はい。これの方が一つのうまさですね、一つの技術です、はい。
位置としてはペナルティや、エリアから外7、8メートルでしょうか。まあ、十分狙える距離ですからね、はい、この位置ですと10番見えているのがブルチャガー、そしてセリスエラが今ボールの後ろにいます。さらに後ろにもう一人います。どこを狙うか、セリスエラとブルチャガー。セリスエラが一旦狙った、預かり右、よく弾きましたね今ね、あるいは触らなければゴール枠の中に飛んでいたか、見てもらいましょう。来ましたね、はい、低くて速いフリーキックでした。コーナーキックダイレクトで狙った、これ当たるところへ、グレミオがなんとかこれは防ぎました。大きくクリアします。パウロ・ヌネスが走る、ラミレスが守ります。ジャルデウがいる、中央流す、アイルトン、ジャルデウシュート、ジャルデウのシュートはクロスバーの上を越えました。一瞬3対1の形できましたけどね、ちょっと余裕がありましたからね、もうちょっと狙って欲しかったけどな。あ、そうですか、時間があったんですからね。アイルトン、そして直接蹴りましたね、そうですね、止めても良かったかもしれませんね。でも今のやっぱりインディアは大変と思いますが、はい、今の勝負ねパウロ・ヌーネスが24歳、はい、ラミレス35歳、はい、やっぱりそのスピードとか、はい、パワーもやっぱり若い方がありますからね、ちょっと大変だったと思いますよ、インディペンディエンテは最初にもお話しあったんですが、ディフェンダー4人のうちの3人が30代、しかも33、33、35と非常にキャリアはあるディフェンダーです、中央に出した、シュートになった、ディフェンダーに当たる。ここからインデペンディエンテがカウンターに移ろうかという構えです。大きなサイドチェンジでカーニャへ、外をクラウセンが上がっていきます。そのクラウセンにボールが出ました、入れ替わったがダメ、ブルチャガ、モリナ、セリスエラ、縦へ送る、ヘディングでクリア、もう一旦モリナ、本当にこの細かいところ行きますよね、中央、中央へ行くんですよね、クラウセンからカーニャ、クリアします。カットしたのは11番のカルロス・ミゲウ、今日2点目を挙げています。ですからそのディフェンスは強いですからね、守備の面がもうしっかりしてますから、はい、ああいう無理なことをしない限りはね、はい、トップできないですからね。クラウセンのロングスローからゴール前、ここでファウルがありました、インデペンディエンテのファウル。無理なことをしないとなかなかトップできない、トップできないですよね、まあ、相手のミスがあれば別の話ですが、はい、ミスがしなければなかなかシュートまでいけませんから、はい、やっぱりその細かいところでね、はい、まあ、最初僕言いましたその技術がものに言えるんじゃないかなと思いますけど、最終的には最終的には、はいはい、放送席の斉藤さん、はい、グレミオなんですがね、ベンチの左横リザーブの選手が全員先ほどからアップを開始しましたね。あ、そうですか、まだ後半10分をわずかに経過したところなんですが、残っている控えのメンバー6人ということになりますが、すべてアップを始めています。それからですね、はい、インディペンデントのペレス監督のですね、細かい指示がちょっと取材できたんですがね、はい、とにかくディフェンスラインが練習通り機能してないんだと、はい、ディフェンスラインを保て上がった時のリカバリー、はい、それからセンタリング上がった時にマークがずれていると、はい、これは向こうのグレミオの思うツボじゃないかと、はい、とにかくゾーンじゃなくてマンツーマンで対応しろ、そういう指示を出したそうですね。あ、そうですか。映っているのがグレゴリオ・ペレス監督ですが、尾崎さん、そのマークがずれているという、うん、インデペンデンテの監督の話ですから、あの1点目ですよね、ジャルデのヘディングシュート、はい、フリーでしたね、はい、左サイドからあのセンタリングが上がった時ですね、はい、あのゴール前でフリーでヘディングシュートさせてるんですよ、そのあたりの指示、後半どのぐらいそれが修正されるか、まあ、ちょっとあのインディペンデンテの方の、はい、ペレス監督ですね、はい、かなりこの細かい多い指示を送ってますね。ああ、そうですか、インデペンディエンテ得点を担うのは9番のマッソーニ、今がねさっきの嫌がらせですよね本当はよしよしじゃないですね、鼻をつかんでます、綺麗に
はい、あ、イエローカードかな。前半、いや後半も13分を経過しました。依然として2対1、ブラジルのグレミオが1点をリードしています。後半に入ってまだ両チーム得点はありません。2対1、インデペンディエンテが1点を追っています。グレミオがチャンスをつかむか。なんとか処理しました。3番のロチェン、センターバック。さらにそのロチェンから前方へ大きく蹴り出しましたが、インデペンディエンテの選手は追っていけません。ややこの辺りはお互いにロングボールを蹴り合っています。またパスをつなぐインデペンディエンテ。セリスエラ、右へ振ります。お互いにこの両チーム、先週の火曜日に日本にやってきました。尾崎さん、そういう意味では調整期間は十分ですかね、ええ、火曜日に入って、時間的には十分あったと思いますね、はい、ちょっとやっぱり寒さにやや最初は戸惑ったようなんですが、うん、それにも慣れたというふうに話しています。そしてこの赤いインデペンディエンテの方は、尾崎さん、過去の国際タイトル獲得数が15度、これは世界最多と、それがクラブの、ね、まあ、一番の自慢ということらしいですね、まあ、赤い悪魔とそうですね、いうふうに言われてるみたいですけどもね、はい、南米の赤い悪魔インデペンディエンテ、16個目のタイトルを狙っています。そのインデペンディエンテ、セリスエラからのフィード、向こう側タッチに逃れてインデペンディエンテのスローインです。まあ、その話になるとですね、まあ、インディアがもうそのカップの王様というニクリームまでありますからね。あ、そうですか。それさっき試合始まる前の垂れ幕を見ててですね、面白いあれがありましたですね。あ、そうですか。これかなり向こうの現地のサポーターが垂れ幕持ってきてるんですよね、今回ね。そうです。で、一つですね、ワインを持ってこい、カップ余ってますから、あ、なるほどね、ちょっとシャレですね、カップいっぱいありますから、ああワインを持ってこいよ、それに注ぐワインを持ってこいと、はいはい、あ、余裕がありますからね、はい、かなりインデペンディエンテ国内リーグの方は今年振るわないんですが、逆にその振るわないために早々にカップ戦に焦点を切り替えて、この大会にもそのカップを勝ち取るべくかなり照準を合わせてきているというふうに聞いています。斉藤さん、はい、インデペンディエンテですけれどもね、はい、背番号7番をつけましたカーニャに代わって、ここで15番のブストスが入りますね、あ、そうですね、7番のカーニャが下がって15番のブストスが入りました。インデペンディエンテはこれが今日最初の選手交代です。セリスエラが行く、中央抜ける、セリスエラが倒されてファウル、スルスルっと上がっていって、ああイエローカード、イエローカード、今4番のアジウソンに対してですか、ということは2枚目ですよね、アジウソンは。これね、抜いた後にね、やっぱ足蹴ってるんですよね。ああ、はい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 、スパイクの裏といいますか、はい、ポイントを見せてすねの方に当たってるんですよ、はい、あ、これはアジウソン今日2枚目のイエローカードは退場ということになりますが、間違ってなければアジウソンは今2枚目を受けたと思われます。さあグレミオは大変なことになりますが、レフリーはどういう今指示を与えるんでしょうか。アジウソンがまだタッチの方に向かってくる気配はありませんが、キャプテンマークをつけている4番のアジウソン、大丈夫みたいですね。アジウソンはまだいます。まだいますね。ちょっとこれは後で確認しましょう。とりあえずフリーキックです。カーブはかかりませんでした。クロスバーの上を越えました。まあ狙いましたね、直接、はい、ラミレス、はい、インデペンディエンテ5番のラミレス、ちょっとこう引っかかりすぎたっていうような感じでしたね、はい、まあ、力みと引っかかりがこう重なったようなキックでした、はい、とりあえず今の段階では両チーム11人がピッチ上に残っています。さあグレミオロングボールを上げる、ジャルデウの前クリアします。ジョアン・アントニオロングシュート放ったがクロスバーの遥かに上、5番のジョアン・アントニオ中盤の底ボランチの位置に入っています。まあ、シュート少ないですからね、どうしてもシュート打ちたいという気持ちになるんですが、はい、今右側に
パロルヌスドフリーになってましたですからね、今画面にいましたですね、なんで来ないかっていう、気持ちだったですよね、はい、まあ、前半もシュート数が少なかったから、はい、どうしてもそのシュート打ちたいと、はい、という気持ちになるからね、まあ、周り見なかったんですけど、はい、グレミオの方はちょっとこの時間帯、尾崎さん、グレミオのチャンスシーンっていうのがあまり見られませんね、うん、当然守備を固めてますから、はい、まあ、インディペンデントの攻撃を抑えるということを第一にしてますよね、はい、インディペンデントが攻める時間帯が長くなってきました。ブルチャがパスを出す、マッソーニ、ここでカットしたアイルトン、いや6番のロジェル、ロジェルですね、はい、あ、当たりが激しくなってきています。ファールはグレミオ、すぐにリスタート、インデペンディエンテ右に振ります、アジャラ、いや、アクーニャ、もう一旦アクーニャ左に右に開いています、ダイレクトでボールを入れる、マッソーニが狙ったかダメ、大きくクリアします、ジャルデウが落とす、ロチェンがゴールキーパーに返します、モンドラゴン、また中央、モリナから、グレミオは無理をせず大きくクリアしていきます。これはプッシングですかね、プッシングですか、はいはい、一旦レフリーが止めてまた選手が変わるようです。放送席の斉藤さん、はい、9番のマッソーニ選手に代わりまして18番のフォワードカルデロン選手が入りますが、はい、まあ、このカルデロン選手なんですが、ペレス監督曰く、はい、このインディペンディエンテのですね、はい、隠し玉といいますか、はい、去年アルゼンチンのリーグの得点王になってましたね、はい、まあ、J リーグの福岡アビスパからもですね、はい、オファーが来たという選手だそうです。カルデロンが入って、そのカルデロンに早速ボールが出ます、ヘディングで折り返してゴールキーパーキャッチ、マッソーニを変えてこのカルデロンを入れてきました、インディペンディエンテ、グレゴリオ・ペレス監督、まあ、インディペンデンテの方は中央から攻めたいということで、はい、再三試みてるんですけども、はい、グレミオの守備陣の中央が硬いですね、はい、そうですね、まあ、ですから徐々にこう外に散らしていくという展開をしてます、はい、グレミオの特に守備陣真ん中は高さにも強いですね、あ、結構いらっしゃいますね、やってます、かなりお互いにやり合ってる感じがあります。インディペンディエンテ最終ライン、アクニャ、ブルチャが落とす、モリナその前でカットしました、そうなんですよね、こういうところでカットするのは大きいですね、はい、グレミオにとっては、はい、カルロス・ミゲウ縦に出す、ジャルデウの前、ジャルデウの前、ジャルデウシュートをわずかに決まりません、形としては良かったですね、はい、リーチが長いですね、カダスの前に入れてよくボール蹴りましたですね、まあ、振り向きざまですね、はい、やや浮いてクロスバーの上を越えていく形になりました、ジャルデウのシュート、久々にグレミオが、まあ、決定的な形に近いものを見せました。後半も22分から現在23分、いや、尾崎さん、ジャルデウは実戦から遠ざかっていたということなんですが、今日の動き自体を見るとどうでしょうか。いや、まあ、チームとして実戦にあんまり出てなかったと、はい、いうことでしょうけども、当然練習試合とかですね、はい、練習は積んでるわけですから、はい、まあ、元いたところのチームメートですから、はい、まあ、そんな問題はないんじゃないですかね、まあ、ずっとやってきて、でわずかには離れていましたが、まあ、元に戻った形ですかね、はい、さあ、そのジャルデウがボールを奪いました。ジョアン・アントニオから前へ、さあ、抜けてきた、抜けてきた、カルロス・ミゲウが倒された、 PK です、カルロス・ミゲウが倒されて PK、 今グレミオのベンチの控えの選手、監督も手を挙げて喜んでましたね、そうですか、完全に引っ張ってますね、これね、はい、これはもうやむを得ないのかもしれません。そんでペナルティエリア内に入ってから、お前さ、お前ですよね引っ張ってるのは、うん、エレに入る前ですよ、はい、倒れない、我慢したんだよ、はい、エレに入ったら倒れた、はい、偉いなと思ってもいいかもしれませんね、
ま、間違いなく PK が宣告されています。これも一つのミスですよね、アイバックとしては、はい、やっぱりその長いボールが、ね、バウンドしたら、はい、フォワードが有利になりますよ、はい、あ、前に向いているから読みやすいんですよ、そのボールの行く上ですね、はい、でバックは非常に取りにくいボールですから、はい、ちょっとそのバウンドする前にクリアすればよかったですね、はい、まあ、パスも上手かったですよね、はい、バックラインの裏に落ちるいいパスでした。キッカーはキャプテンのアジウソンです。決まった、アジウソンしっかり決めた、ゴールキーパーの逆、3点目が入りました。グレミオ、あ、喜んでるんですね、うん、まあ、そのアジウソンですね、はい、皆さん知ってると思いますが、92年の大会この同じ会場で大変な経験をしてましたですね、はい、クルゼイロとコロコロの試合で、はい、彼が、骨折しました足は。クルゼイロとして来日してるんですね。そうです、はいはい、その時は非常にその苦い経験があったんですよね、まあ、今日は、まあ、3対1ですから勝ってるし自分も手入れてるし、はい、グレミオ、アジウソンが PK を決めて3対1リードを広げました。インデペンディエンテは16個目の国際タイトルがやや遠ざかっていきます。その間に選手が変わりました。インデペンディエンテ、17番のアルベスが入っています。5番のラミレスに変わっています。シュート放ってゴールキーパー正面、モリナのシュートはゴールキーパーの正面でした。一瞬空いたところをシュート打ちましたね、はい、まあ、インディペンデントの方はこのような形を多く作って狙っていくべきでしょう、はいはい、ちょっとマークのズレが出ましたね。監督すごい怒ってますよ、なんでフリーに打たせるかっていう。これでインデペンディエンテはとりあえず得点をもう取りに行くしかありません。先ほど5番のラミレスを下げて17番のアルベスを入れたんですが、ラミレス左サイドバックの選手を下げたんですが、もうそのまんま後ろは3人の状態でしょうかね。尾崎さん、これはもう完全に前線に選手を多く使ってきてますよね、はい、グレミオのフェリペ監督 もうタッチラインギアまで出てきて指示を送ってますね、そうですね。クラウセンからボールを前に送る、今入ったアルベス、コーナーキックを取りました。インデペンディエンテ、まあ、まだ時間はありますから、はい、とにかく1点でしょう。まだ20分はありますので2点差は分かりません。キッカーはロチェン、ヘディングシュート流れる、飛び込んでいったのはドミシだったんですが流れました。もう一旦ブストス、結局ゴールキックに変わります。ちょっと厳しい表情のグレゴリオ・ペレス、インデペンディエンテの監督です。コーナーキックですか、コーナーキックですか、さあどちらでしょうか。コーナーキックです。当たったんですかね、はい、左からのコーナーキックに変わりました。モリナが行っています。カーブがかかる、ファーサイド流れました。アジウソンのクリアですね、はい、まあ、やはり強いですね、まだインデペンディエンテのスローインが続きます。クラウセン、ロングスローがあります。ゴール前に選手が集まります。さあロングスロー、ゴール前飛び込んだ、これはインデペンディエンテファウルがありました。そうですね、手を使ってですね、相手の肩を押されましたから、はい、結局カルデロンにファウルがありました。インデペンディエンテ、このゴール前のチャンス得点にはなりませんでした。得点は2点差、インデペンディエンテはともかく1点をまず返さなければなりません。グレミオのスローイン、尾崎さん、こうなるとなおグレミオとしては、まあ、しっかり守ってとやりやすくなるんですかね、ええ、もう当然2点のリードですから、はい、あ、これファールスローですか、あ、そうですか、位置が違いましたかな。グレミオはファウルスローがありました。インデペンディエンテゴールキーパーにスローインを返します。モンドラゴン、グレミオの方は全体的にこう卒がないと言いますか、隙がそうないですね。あ、そうですか、まあ、だからこそ去年アヤックスと PK 戦、まあ、あわよくば勝ちというところまで持っていった、はい、その力がそういうところにあるんですかね。ありますね、はい、
ですからこのチームからですね3点取るということが非常に難しいんじゃないかなというと思いますが、そうですか、なかなか、ね、グレームの三失点が非常に少ないです。あですから今日のインデの、まあ、これから逆転もあるかもしれません、はい、サッカーで どうなるか分かりませんけど、はい、まあ、非常に難しい仕事だと思うんですが、そうですね、インデペンデントフリーキックからボールが浮いています。落とす、大きくクリアはグレミオのアルセ、こういうボールを今度逆に速攻で狙えるわけですね、グレミオの方は、はい、アルセからジャルデウ、あのとチャンスですよ、アイルトン、左に流す、カルロス・ミゲル、パウロ・ヌメスにわずかに届きません。逆にここからインデペンデントは攻撃にしたい、そうですね、今度インディペンデントは速攻です、はい、モリナ、しかしなかなかここから速攻に移れません、もうグレミオも全部戻りましたから、さあ押せるはない、押せるはない、あしかしハンドがあったようです、はい、あ今スッと抜けましたね、うまくねつるティスラインにはぶれましたけど、はい、トラップした時ですね、あら腕を使いましたですね、残念です、はい、放送席の斉藤さん、はい、グレミオなんですが10番のアルトンに代わって15番をつけました、はい、メルソンが入ります、はい、グレミオも選手交代を行おうというところ、あそしてグレミオのゴールキーパーのムリロが倒れています。後半も30分を経過、3対1、その差が2点、グレミオがリードを広げています。神戸ユイバ競技場から生中継でお送りしています。グレミオ対インデペンディエンテ、ジャルカップ96レコパファイナル。リードしているグレミオが選手を変えました。10番のアイルトンに代わって15番のエメルソンを送っています。その差は2点、そして残り時間が、まあ、手元の時計では13分ほどということになってきています。放送席の斉藤さん、はい、今日はですねこのユニバー記念競技場は 24,384 人のお客さんと発表されたんですが、はい、まあ、とにかく阪神大震災からですねこれだけのまあ大きな大会というのは久しぶりなんですけれどもね、はい、今日神戸市の笹山市長もこの試合を観戦しておりまして、はい、とにかくこんなビッグなゲームというのは初めて見ると、はい、で子どもたちがたくさん来て非常に嬉しいと、刻一刻と進んでいく復興を進む神戸の皆さんにいいゲームを見てほしいなという感想でしたね、はい、それから地元ヴィッセル神戸 JFL のですね、Sストライカー長嶋選手も来てまして、はい、ブラジルとさすがにアルゼンチンの試合だけあって両チームとも1対1の局面、体が張ってプレーをしていると、はい、ただ気持ちの方が先走っているのでこの辺りがファウルの多さにつながっているんじゃないかな、そんな感想をくれました。そうですか、今もインデペンディエンテがチャンスをつかんだんですがゴールはなりませんでした。あそして1人選手が傷んでいます、2番のアルセ、ここねあの肘でね後ろからこう突き飛ばしてるんですよね、あ11番のドミシですか、ドミシです、はい、だから先の嫌がらせ、うん、少しずつ刺さるんです南米の本番に行っては、本番に行ったらこんなもんじゃないわけですよね、そういうことです。まあ、先の話になるんですが、はい、今日子どもたちがたくさん来てます。そうですね、これ嬉しいですね、はい、やっぱりその子供たちがだいたいサッカーやってますから、はい、まずいいサッカーを見て、はい、で明日からは練習と遊びの時は真似をしてね、その今日の試合のいいプレーを真似してほしいですね、はい、やっぱり真似をすることから上手くなっていくんですかね、そういうことですね、はい、やっぱり見ないと覚えないですから、はい、ましてこのねこの決勝戦にその緊迫したゲームが見えるってことですね、はい、いろんな面で勉強になりますから、そうですね、グレミオとインデペンディエンテ、ブラジルとアルゼンチン、それぞれのトップクラブが争っています。ジャルカップ96レコパファイナル、さあインデがチャンスになる、チャンスになる、セリシエラが行きましたがダメ、クリアしましたアルセ、まだインデのボール、中央アクニャ、前に落とす、スルパと出す、当てて前に出しましたがシュートの前にフラッグ、そしてホイッスルが鳴りました、あの出てましたね、はい、11番のドミシ、インディペンデントの方は今非常にいいリズムですね、あの中央からの攻撃が実ってます、はい、もう少し早い時間帯からこれができなかったかなという気がしますけどね、あそうですか、まあ、どうしても2点ビハインですからそのリスクを回しながらね、はい、プレーを行っていると思いますが、はい、今セリゾヤルですね上がりましたから、はい、その分だけディフェンスがまあ、1人が向けましたからね、はい、
カルロス・ミゲウ中央、パウロ・ヌネス、シュートは決まりました、決まりました、パウロ・ヌネスのゴール、グレミオ4点目です。あっという間のゴールです。あー、もうグレミオは勝ちを確信したかのようなこの選手たちの表情、あっという間の出来事でした。うまいシュートでしたね、ヌネスの、はい、抜けるんですけども抑えてですね、はい、この後ね、超えてるんですよ。ああ、超えてますかね、はい、モンドラゴンの股間を抜けて手で抑えきることができませんでした。ゴールラインをボールが割りました。まあ、言ってみますとゴールキーパーの正面に行ってるんですけども、はい、こう低くてですね、はい、まあ、強いダイレクトシュートですから、はい、もうゴールキーパー非常に取りにくいんですね、はい、よく抑えた、いいシュートでした。パウロ・ヌネス見事なゴールでグレミオまたリードを広げて4対1その差を広げます。インデペンディエンテはかなり苦しくなってきました。グレミオがいいペース、はい、いい試合運びをしているということですね、はい、その徐々にグレミオチャンスの数自体は多くないわけですが、それを確実に確実にもう取ってきてますね、はい、ここはファウルがありました。ですから、まあ、イージタンタイムですね、はい、点を取りましたから、あと待ち構えて、はい、でカウンター狙ってで、はい、まだいい時間で点を取って、はい、もう本当にゲームの思う通りに試合が運んでるんですね、はい、右サイドクラウゼン、インデペンディエンテ中央に入れる、中央に入れる、シュートが打てない、アクニャミドルシュート、ディフェンダーに当たる、大きくクリアします。ジャルデウト15番途中から入ったブストス。しかしインディペンデントの方も決して諦めてませんね、はい、そうですね、はい、これはインディペンデントの売り物と言ってもいいんですよね、はい、もう最後まで戦おうという、はい、赤い悪魔。セリセリアからロングボール、カルデロンは出してしまいました。ゴールキックです。その赤い悪魔を率いているグレゴリオ・ペレス監督はちょっと厳しい表情ですね。そうですね、まあ、思うように自分たちはいかない、そして相手にはしてやられてるって感じでしょうかね。そして真っ青に途中で下がりました。アクニャ、キャプテンのクラウセン、クラウセンがドリブルで上がる、スルーパスを狙いましたがダメ。もう一旦アクニャ、中を見た、もう一回クロスを上げる、ショートバンド、ゴールキーパーがっちりキャッチ、ムリロ、結構難しいボールになったんですけどね、前にバウンドして横ですから、はい、よく抑えました。アクーニャ中盤でよくボールをさばいています。そういう意味でこのグレーミオの代わって入ったムリロ、はい、ゴールキーパーよくやってますよね、まあ、急遽、はい、ダンレイの負傷ということでね、代わって入ったすぐに PK で得点を奪われたわけですから、気分の上では嫌ですよねそういうのもね、ですから、まあ、野球で言えばですね、はい、自分の責任じゃないですね、あの1点は。あ、そうですね相手が、はい、その後は得点を奪われてないということは、自分は今日はいい仕事をしていると思えばそうですね、はい、まあ、そういうふうに安定してますね、そういうふうに思っていいんじゃないですか、はい、ブルチャガ、セリスウェーダ、あっとスペースへ、クラウセンの前に出ましたが長すぎました。この縦パスがね、インディペンデント合わないんですよね、はい、合ってないんですよ前半から、はい、で今守備に入りましたパウロ・ヌネスですからね。あ、そうですね、グレミオの守備がそれまではね、みんなが全員でやりますから、はい、なかなか相手にはスペース与えないし、いい仕事をさせてくれないですね、はいはい、インディペンデントの方もさっきもちょっとありましたが、センターバックに入っていたセリスエラを今は中盤に上げてるんですね、ですからさっき言ったようにその、まあ、リスクを、ね、おかしいように行かなきゃいけないですからね、はい、中盤彼が去年の決勝点も入れてますからね、はい、そうなんですよね、攻撃難民でもいいもの持てますから、はい、モリナ、ブルチャガ、ブルチャガは86年のワールドカップメキシコ大会優勝のメンバー、しかも優勝を決める決勝点を挙げた選手、未だ現在33歳、これがブルチャガ、パスワークがいいものを持ってますね、はい、やはり、はい、非常にこのセンスといいますかね、うまいです、まだまだ健在です。そしてこのセリスエラは90年ワールドカップのメンバーです。
前方へボールを送りましたがグレミオ大きくクリアします。ロチェンが落とす。セリスエラ、セリスエラがどこに出すか。アクーニャに合わない。分厚い攻めをインディペンデンテが見せています。そして大きくグレミオがクリアするという構図になっています。そうですね、グレミオの方がこう受けて立つといったような状態ですね。ただもう気分的な余裕ではもう全く差がありますね、もう当然3点差ですからね、はい、早いでスタート。ゴール前にボールが出る。シュートが打てませんでした。今通りましたけどね、パスが、17番途中から入ったアルベスのところなんですがシュート打てませんでした。逆にグレミオ、パウロ・ヌネス、今度は左サイド。慌てないでしょう、もう、カルロス・ミゲウ、スペースのないところ通す。ジョアン・アントニオ、ここでアクニャ、ボールをキープ。そしてクラウセンへボールを出します。空中戦もアジオスは強いですから、なかなかいいボール取れません、はい、アジューソン前半に1枚イエローカードという記録が残ってるんですが、どうやらこれは記録の方の間違いがあったようです。ブルチャがスルーパス、反応できません。そうですよね、国際試合でイエローカード2枚で退場にならないと、はい、いうはずはないですけどね、大変なことになりますけどね、はい、最初のイエローが違う選手だったんですね、はい、でしょうね、ちょっとレフリーと記録の方が合っていないのかもしれません。さあカルロス・ミゲウ、密集を抜けようとしましたがこれは許しません。ロチェン、そしてアクニア、下がってもらったモリナ、これをカットします。左サイドバックはロジェル、ロジェルから大きなボール、ロチェンが上がってきました。アルゼンチンのオリンピック代表センターバック、モリナ、グレミオがチェックしていきます。途中から入ったグレミオ、15番のエメルソン、10番アイルトンに代わって入っています。身長179センチ、19歳以下のブラジル代表の経験があります。アルベスから左へ、そのアルベスがゴール前に入る。アルベス頭の上を越えます。オーバーヘッドで中央へ送る。走って今度ヘディング、シュート、シュートは最後ドミッシー、しかしこれもゴール枠の中には入りませんでした。しかしこう果敢にゴールを取りに行きますね、まあ、いいプレーだったですね今のオーバーヘッドが、いいセンタリングになりましたね。これに果敢に反応したんですがちょっと難しいボールだったんですよね、あのバウンドして、合わせなきゃなりませんね、はい、ちょっとよく当てましたと思うんですけどね、はい、ゴールまで行くとはね、大変だったです。インデペンデンテが3点追っていますが刻々と時間がなくなってきます。もう後半も43分を経過、しかしインデペンデンテの分厚い攻めが続いています。右サイド17番途中から入ったアルベス、スローインです。モリナ、ロジェルがカバーします。そして自らのスローインにしました。この辺りは落ち着いています。まあ、先ほど2万数千人という今日の観客の発表がありましたが、招待客なども今いると思いますので、スタンドにはもっとそれ以上の人が詰めかけていると思われます。4万2千人をほぼ収容できるこの神戸ユニバ競技場、インデペンデンテが攻め込んでいます。ブルチャですね、ブルチャ、はい、アクニャダイレクト、これはいい体勢だという、セリセーラ、クリアが浮いています。もう一旦ロチェンから前に送ったボール、縦に出す、ブルチャが、ブルチャがはオフサイド。ブルチャが33歳、未だチームの柱、一旦フランスでプレーした時期もありましたが、また現在はインデペンデンテ戻っています。そしてグレミオがまた変えます。7番のパウロ・ヌネスをこの時間帯でどうやら下げるようです。17番のシルビオ・セザールが入ります。
パウロ・ヌネス、ここで下がりますが、尾崎さんは今日パウロ・ヌネスのプレーはどういうふうにご覧になりましたか。良かったと思いますよ。そうですか。個人の能力の高い選手だと思うんですけども、はい、チームの歯車の一つとして、いい機能をしてましたね、はい、自らのゴールも大きかったです、はい、今日は1ゴールを決めたパウロ・ヌネス、4点目を決めて、そして今ピッチを後にしました。さあ残り時間がありません。もう 場内そして手元の時計は45分を経過、ロスタイムに入っています。後半どのぐらいロスタイムを取るか、インデペンデンテは1点でも返しておきたい。一旦下げる、前方へ送ります。後ろからファウルがありました、グレミオのファウル。早くリスタートしたい、はい、本当に最後まで戦いますね、インデペンデンテは、ね、やっぱここはマリーナさん、はい、意地はありますよね。もちろんですよ、やっぱりね、4-1 で帰ったら、ね、4-2 と違いますからね。やっぱ違いますからね。報告はね、4-2 はまあまあだったなという。さあ狙った、クラウセンが狙いました。あっと、しかしこれはイエローカードは誰に対するイエローカードでしょうか。今17番のシルフじゃないですか。あのボールがね、はい、相手がファウル蹴ろうとしたところを、はい、前に入って邪魔しようとしたんですよね。でも審判がまだ笛吹いてませんからね、はい、イエローカードちょっとおかしいと思いますけどね。あ、そういう意味で、あ、ちょっと両選手、両チームの選手が入り乱ります。あ、やはりもう勝敗はほぼ体勢決してますが、そういうことでは話は済みません。まあ、ちょっとした、ね、この壁の位置とかですね、今ボールのそばに選手が立ってますよね、まあ、本来離れなきゃいけないところなんですけども、そうです、ね、ちょっとしたところで小競り合いをやってますね。さあインデペンデンテ、もう一旦フリーキック、セリスエラがこの位置からどう狙うか。セリスエラ、グラウンダー、ゴールキーパー弾いた、シュート、あー決まらない。あー、ものすごい、おっと、両チームの選手が入り乱れる。いやー、すごい状況ですが、ともかくゴールは なりませんでした。インデペンディエンテ、ちょっと見ましょう。キーパーこぼすんですね、これをキーパーこぼす、当然シュート打ちに行ってます、はい、でその後なんですよね、ここでこぼす、はい、この後なんです、詰める、あ、キーパーに絡んでます。キーパーにですね、はい、よく頑張りましたけどね、まあ、その後ですね、あ、まあ、プロレスに近い場面がありましたですね。はー、激しかったですね今のは、まあ、揉めるような状況でしたね今のは、やはり、まあ、ゴールをもちろん狙いたいという気持ちもありますし、インデペンディエンテとしてはこう穏やかじゃない部分は当然あるでしょうが、しかし、まあ、はい、ゴールエリアって、あの小さい方のエリアの中はゴールキーパー完全に保護されてますから、はい、もうあの時点ですぐファールですね。そうですね、まあ、一つは残念なことですけどね、だからブラジルとアルゼンチンというライバル意識があることが素晴らしいことですよね、はい、やっぱりいいライバルがいると自分が成長しますから、はいはい、そしてここで試合終了のホイッスルが鳴り響きました。結局最後インデペンデンテの猛攻をしのいだグレミオ、4対1、3点差で見事優勝を果たしました。引き続きこの中継を続けていきます。96デコパファイナル、ブラジルのグレミオとアルゼンチンのインデペンディエンテ、最後は非常に激しい争いになりましたが、グレミオが見事4対1、3点差でインデペンディエンテを下して勝っています。試合開始前降っていた雨も見事上がって青空が広がりました神戸ユニバ競技場。グレミオ先制、追いつかれはしたんですが、その後着実に得点を決めて、この嬉しそうな表情が見えています。去年のリベルタドーレス杯を制したブラジルのグレミオ、今日はリードしてからあとカウンター攻撃が実によく冴え渡りました。見事4対1、南米スーパーカップの覇者アルゼンチンのインデペンディエンテを下してこのデコパファイナル優勝を飾りました。今から表彰が行われようとしています。このジャルカップ96デコパファイナル、見事勝利を収めたブラジルのグレミオには、まず南アメリカサッカー連盟ニコラス・レオス会長からレコパカップが贈られることになっています。その前にまず選手の一人一人に首にメダルが下げられていきます。
表情、やはりもう嬉しそうな表情が続いています。場内多くのお客さんが今日は詰めかけました。神戸ユニバ競技場、グレミオの応援のおそらく、まあ、ブラジル現地からもある程度は来ていると思いますが、やはり去年日本にやってきたチームということで多くのファンがこの選手たちにも拍手を送っています。八尾崎さん、はい、まあ、今日は途中からはブラジルのこのグレミオ思い通りの試合展開に徐々になってきた感じでしょうかね。試合を分けたポイントの一つにですね、前半44分のミゲルのゴールがあると思うんですね、はい、インディペンデントのゴールキーパーモンドラゴンが、はい、まあ、ハンブルしてですね、はい、それがあっけなく2点目になったと、はい、今ブラジルのグレミオキャプテンのアジウソンに南アメリカサッカー連盟ニコラス・レオス会長からレコパカップが贈られました。そのカップを手に選手がみんな集まります。非常にこの嬉しそうな表情、あ、もうこの表情は何をか言わんやという感じです。そして日本航空株式会社須藤晋三専務取締役からご覧いただいてます JAL カップが贈られました。やはり前半2対1にしたってのは大きいですね。前半終了直前でしたから、はい、まあ、あれで後半を折り返したっていうことがですね、はい、非常にこのインディペンデンテにとったらですね、はい、苦しい後半のスタートになりましたね、はい。そしてマリーヌさん、はい、その後後半はこのリードしたグレミオが徐々に自分のペースにはめていった感じでしょうかね。そういうことですね。やっぱり、まあ、非常に後半になってからグレミオの戦いは少しずつ優しくなってきて、でまだいい時間帯に3点目を取って、はい、あとはもう、インディペンデンティの攻撃、まあ、待ち構えるというか、はい、ね、すごいなんか簡単だったんじゃないかなと思ってみれば、大変な戦いだったと思うんですけど簡単だなと、はい、最終的には。そうですね、まあ、今日は子供さんもたくさん見に来てますから尾崎さん、はい、まあ、ここから得るものっていうのもあると思います。ぜひ真似をして練習して、もうたくさん多くのものを学んでほしいですね、はい。南米サッカークラブナンバーワンを決める JAL カップ96レコパファイナル、2年ぶりに神戸ユニバ競技場から生中継でお送りしました。見事グレミオが4対1インデペンディエンテを下しています。解説は元日本代表フォワードの尾崎和夫さん、そしてアデマールペレイラマリーヌさん、お二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。グレミオの見事な勝利をお伝えしてこの辺で失礼します。